ジョン・テニエルは、イギリスのイラストレーター。ルイス・キャロルの児童文学、不思議の国のアリス及び、鏡の国のアリスの挿絵を手掛けたことで知られ、19世紀半ばから約50年間にわたり、風刺漫画誌、パンチで、数多くの風刺漫画を手がけた。アリスのナンセンスの世界を見事に表現した。1820年、ロンドンに生まれる。 英国王立美術院学校に入学するが、間もなく学校を離れ、絵画はほぼ独学で身につけた。1836年、テニエルは16歳で最初の油彩画をイギリス王立美術家協会の展覧会に出品する。20歳の時、フェンシングの教官だった父と試合をしていて、右目を失明する。1845年には、 ウェストミンスター宮殿の壁面デザインとして16フィートもの風刺漫画を出品し、その年に開催されたコンテストの公平性を揶揄した。これがきっかけで、イギリス貴族院のノヒ広間のフレスコ画の依頼を引き受ける。作品の芸術性やユーモアのある観察眼、動物の生態への豊富な知識をダグラス・ジェロイドに買われて、テニエルはイソップ童話の写真を依頼される。 最初に描いたのは、ジャックと豆の木で、首相ジョン・ラッセルに宛てた手紙に同封した。この差し絵の中で、巨人は、ニコラス・ワイズマン数期競争っくりに描かれていた。このイソップ童話は1848年に出版される。カトリックとの対立のため、パンチを去ったリチャード・ドイルの代わりとして、マーク・レモンに誘われて、1850年のクリスマスに、テニエルはパンチに参加する。 テニエルは、当時のチーフだったジョン・リーチとはよく似た作風であった。ジョン・リーチの死後もチーフを受け継いで活動を続け、2300の風刺漫画や250のパンチのポケットブックのデザイン、小説の挿絵などを残した。1893年、その業績により、ナイト尺に上される。彼の妹は19世紀前半に活躍した画家、ジョン・マーティンの息子レオポルドと結婚した。 不思議の国のアリスから、アリスのお茶会ジュベナイルバースピクチャーブック。ウーンディーネイソップ ?S. フェイブルズ、100ドローイングス、ロバート・ブレア・ブレア。S. グレーブ、チャールズ・ウィリアム・シャーリー・ブルックス。シャーリー・ブルックス。S. ザ・ゴーディアン・ノット・シャーリー・ブルックス。S. ザ・シルバー・コード、トーマス・ムーア、ムーアズ・ラ・ラルック。69ドローイングス、トゥイス・キャロル。S. アリスズ・ズアドベンチャーズ・ツイン・ワンダーランド・ザ・ミラージュ・オブ・ライフ。 1867キャロール、エス・ス・リューザ・ルッキング、グラス・ホーム・アフェクションズ・チャンディー・ピネル、エス・ブック、オン・ペガサス、ザ・アラビアン・ナイツ・イングリッシュ、セイクリット・ポエトリーレジェンズ、アンドリリック・ストッパー、エス、プリバービール・フィロソフィー、バリー・コーンウォール、エスポエムズ、アンド・アザー・ブックス、he、イオルソ、カントリブやテッド、ツー・ワンス、エーウィーク、ザ・アート・ユニオン、パブリケーションズ、エトセトラ。 ありがとうございます。